ねえねえ、猫たん。この前のピスタチオのケーキ、美味しかったよね。うまかったよな。もうすぐ母の日だから、別のピスタチオのお菓子、作りたいんだけどな。ああ。できればこの前のより、華やかな感じに作りたいな。そういや、新しいタルト型あったな。それじゃ、ピスタチオたっぷりの、タルトを作ってみよう。わーい、楽しみだな。まずはピスタチオを、ペーストにしていくよ。それなんだけど、結構時間かかっちゃうのが、難点だよね。二日がかりはちょっと。じゃあそこも改善しつつ、作ってみよう。食塩不使用だと、漬け時間を短くできるよ。前と同じように殻を外したよ。じゃあ熱湯に2時間くらい漬けておくよ。身もふっくらしているし、薄皮も簡単に剥けたね。水洗いして水を切ってから、炊飯マグに入れるよ。分量の水を入れて、蓋をしたよ。600ワットレンジで4分加熱して、沸騰してきたら200ワットに変更して、7分加熱するよ。ご飯炊くのと、ほとんど一緒だね。加熱したら蓋を取らずに、15、20分蒸らすよ。少し冷ましてから、つまんでみて、簡単に潰せるくらいなら OK だよ。あとは同じように、潰せばいいんだよね。ブレンダーで1分くらいかき混ぜるよ。フープロでもいいよ。前回よりは早く、作ることができたね。じゃあ次は、タルト生地を作るよ。今までにも何度か、作ってるよね。バターと卵は常温にしておくよ。柔らかくなったバターと、砂糖を合わせるよ。クリーム状になるまで、混ぜるんだね。溶き卵は2回に分けて加えるよ。しっかり混ざるように、分けて加えるんだっけ。ふるっておいた薄力粉を、加えるよ。そしたらヘラで、切るように混ぜるんだね。そぼろ状になったら、手でひとまとめにするよ。こねすぎないように、気をつけようっと。ラップに挟んで15分くらい、冷蔵庫に入れるよ。この間に、ピスタチオのクリームを作ろうか。この場合、クレームピスターシュっていうみたいだね。アーモンドパウダーを、ピスタチオに置き換えて作るよ。もちろん、バターは常温にしておくよ。ピスタチオとバターを、混ぜればいいんだよね。砂糖とコーンスターチも加えて、混ぜるよ。クリームという割に、かなり緩そうだね。40秒くらいレンジで加熱すると、少し固めになるよ。あとは溶き卵を分けて加えて、よく混ぜよう。タルト生地を麺棒で伸ばすよ。型より大きくなるまで、伸ばせばいいんだね。生地の上にタルトの型を逆さまに乗せ、ラップごとひっくり返すよ。ラップを剥がして、型に生地を貼り付けるよ。なるべくぴったり押さえつけると、出来上がりが綺麗になるよ。大変だけど、丁寧に頑張ろう。はみ出た部分は、綿棒を転がすと切り取れるよ。これは楽だし、楽しいね。余った生地も型に敷いて、穴を開けて焼き縮みを防ぐよ。ちっちゃい方は、味見用にしようかな。タルト生地に、ピスタチオクリームを入れていくよ。できればこの前に、オーブンを170度に温めておくと、いいタイミングで焼き始められるよ。わかった。170度で25分くらい焼くよ。竹串を刺して、生地がつかなければ焼き上がりだよ。冷ましてる間に、カスタードクリーム作ろう。はーい。余った卵白は、冷凍しておくといいよ。牛乳は常温にしておくといいよ。耐熱ボウルに、卵黄と砂糖を入れるよ。そしたら、混ぜ混ぜするんだね。薄力粉とコーンスターチも入れるよ。牛乳も入れてよくかき混ぜたら、レンジにかけるよ。最初は様子見で1分半加熱して、かき混ぜるよ。もう一度レンジに1分半かけて、混ぜるよ。少しとろみがついてきたね。様子を見ながら1分ずつ加熱して、硬さを調整しよう。粗熱取ってから、バニラを加えて混ぜるよ。まだピスタチオペースト、少し残ってたね。じゃあ、カスタードを冷やしてから、混ぜてみようか。冷やすとき、ラップはクリームに貼り付けるようにね。
前より固めになったね。ここは使う分だけ、ペーストとクリームを混ぜるよ。ピスタチオがマシマシだと、ちょっと贅沢な気分だねー。よく混ぜたら、絞り袋に詰めて冷蔵庫に入れておくよ。タルトに、カスタードクリームを絞るよ。この上にホイップも絞るから、ほどほどでいいよ。たっぷり絞ったら、溢れちゃうかな？レンジ加熱の回数増やして、固めに仕上げておくといいよ。仕上げ用のホイップと、トッピング用意するよ。やっぱり、相性のいいイチゴが鉄板だね。生クリームと砂糖を泡立てるよ。前に撒き散らしたことあるから、大きめのボウルでな。今回は大丈夫だったもん。角が立ったら、丸口金の絞り袋に詰めておくよ。そしたら、ホイップを絞っていくよ。ちょんちょん、でいいなら、楽勝だね。洗ってヘタを取ったイチゴを、乗せるよ。これで終わりじゃないよね。イチゴ。半分に切ったイチゴも、乗せていくよ。イチゴも、いっぱいあると嬉しいよね。あとは刻みピスタチオと、ミントを散らせば完成。すごく可愛くできたねー。断面も、うっすら2層のピスタチオが、いい感じだね。でも、カスタードクリームも、ホイップも結構残っちゃったね。どうしようかな。残ったパンやカステラで、トライフルにするといいよ。これなら簡単だね。アイスも入れたいかも。工程は多かったけど、今までのおさらいみたいな感じだね。そうだね。以前は苦労したけど、今回はちゃんとできたよ。だよなー。ずっと前にチョコ塗って固めたタルトに、熱々ソースを流して、ぶっ壊した頃より成長したからな。そんなことあったっけ？覚えてないや。ウサタンは、その狭いおでこにでも、メモっといた方がいいぞ。狭いのは、猫の額では？